人間ってね、どこかでつまずかないと反省しないんですよ。彼女はある意味つまずいたようでつまずいてないですよね。裁かれてないですよね。あと2人いると思います。冬の時期ではあるけどね、うん、やっぱ大寒過ぎてから寒いね。寒いなってわかる？今アメリカとかニューヨークとかもう氷の世界になってたよ。ねえ、嘘。本当だよね。どこが温暖化なんだろうな、これ。確かに。本当に。僕は温暖化は嘘だと思ってます。温暖化ってことを言うことによって僕するとか言うと思います、うん、そうだよね。まあこれは僕想像ですよ、うん、だって皆さん僕言ってきたさ、結果から考えましょうよ、うん、こんな寒いのに温暖化かって思いますよだって本当に今ショコさん言いましたけど、ニューヨークって氷の世界ですよ、うん、なんてびっくりしました。僕らニューヨークにね、何度も行ってるか分かるけど、うん、あんなニューヨーク見たことないですよ。そう、そんなニューヨークにいる、ああ、ええ、お二人、ケイ君、マコさん、ありがとうございます。話題をいただきました。でもちょっとやっぱ世界中が注目されてるのが心配だよね。そうですね、本当にほっとけないんでしょうね、みんなね。ほっとけないよね。でも俺一番ほっとけないのはお母さんだ。あ、ね、ケイさんのお母さん。どうなってるの、あれ。わかんないんだけど、よく移住しようとしてるよね。どこに？ニューヨークに。え？逃げようとしてるよね。あ、逃げる？いや、住みづらいでしょ。あ、日本に？目立つし、あの人。受け入れるあのお二人はどう思ってるのか。嫌でしょ。だってさ、佳代さん行くってことは、うん、日本政府もアメリカの政府も含めて、はい、無視はできないでしょ。そうですね。一応皇族になるわけですから、はい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 、当然その分の税金もかかるし、予算もかかりますよ。え、なんかちょっとそれ納得いかないよね。だからみんな怒ってるのか。だから本来は、佳代さんが、まあ、ニューヨーク行くっていうのは、国が OK しないですよ。おそらくね。だってそれ警護しなきゃいけないし、いろんなことが起きてくるとダメってことになるけど、ね、今なんか感じで見てると、移住しそうなんですよ。通っちゃいそうってこと？通ってると思いますもん。もう。佳代さん、いろいろスキャンダルあるっていうけど、もともとスキャンダルあったわけじゃん。なのになんでこのタイミングで急に日本から脱出しなきゃいけなくなったの？それ聞く？俺また TikTok ですごく叩かれるんだけど。ママが。叩かれてもいいけど。あの言っちゃいけないこと。じゃあ皆さん考え方としてですよ。うん、考え方として、うん、まず覚えてください。人は繰り返します。繰り返します。悪いことする人は同じ内容なんです、大体。うん、だから前に彼女はどんなことしました？異性の人とお付き合いをして、はい、金銭問題が起きて返さなくてってことがありましたよね、はい、でそれが実は次のやつは立ち消えになりましたけど、実はもう一人いたってことがありましたよね、はい、2人あるんですよ実は、はい、これはもう公表されてます、はい、あと2人いると思います。なるほど。それが今になって出てきてると思います。うん、そうなると痛いよね。確かに、ね、痛い。でもお友達でもいません、同じこと繰り返す人。まあ、またやってんの。二度あることは何とやらと間違え、二度あることは十度ある人間ってね、どこかでつまずかないと反省しないんです、うん、はい、だから彼女はある意味つまずいたようでつまずいてないですよね。裁かれてないですよ ね。逃げましたよね、うん、なぜかというと彼女が裁かれるってことはケイ君も裁かれるんです、うんうん、そこに対してずっとこう支援しているいわゆる天皇家も裁かれるわけですよ。裁かれるわけですよ。だから彼女のうまいところはそういうところを巻き込んだってことなんですよ。今も巻き込まれてます。佳代さんって悪いカルマを持ってるじゃないですか。世界中が知ってるスキャンダルも含めて、やっぱりカルマなんですよ。で、これ、ここでちょっとカルマの話をすると、カルマって今世から来世に引き継ぐ場合があります。その時は、佳代さん何なりもなく、ニューヨークに行って楽しく過ごせてっていうこともできると思います。が、実は私たち人間って、今世は今世で終わらせたいんですよ、本当は。本性やった自分のカルマを清算しようとするんですよ、うん、きちんとね、バックのレーダーもみんな含めて、うん、ってことは小村香さん、はい、本性起こしたものは自分にまた戻ってくる、うん、結局ね、うん、それをニューヨークで見せられるんですよ、お二人が。あ、そうすると今度新たなカルマが真子さんとケイクにも生まれちゃいますよね。カヨさん邪魔しないで。確かに。パリア大どうですか、ひろゆきさんとどうでしょうか。ひろゆきさんと要はだから僕は反対してるんですよ、うん、2人のことを考えるな
からやめてあげた方がいいよっていう、まあ、2人のこともあんまり、まあ、カヨさん本人もだよね、新たなカルマ作ることもそうだし、あんまり僕は2人も好きじゃないけど、ごめんなさい、言っちゃった、この時あんま好きじゃないじゃないですか、なんかちょっともうちょっと責任取ってほしい、自分の娘があれだったら嫌だよ、あ、まあ、うん、まあ、もっとちゃんと、でも自分の娘があるから俺もアホになっちゃうのかな、違うと思う、言うか、うん、っていうか立場が立場の方じゃない、そうなの、そこですよ、そこなのよ、そこですよ、どこまで行ってもやっぱり僕らもそうだよね、立場があるからやるし、うん、あやねさんだってしょうこさんだってこういうふうに出て、うん、まあ、僕の立場を支えようっていう考え方でやりつつ、うん、あの家族ともできるってことでやっていただいてますけど、うん、これ立場ですからね、そうなんです、まこさんの生き方として、うん、あやねさんどう思う、だいたい年は似てるじゃないですか、うん、まあ上だけど、うんうん、結局やっぱ男と女ってどこまで行っても男と女なんで、うん、なんかちょっと待って、じゃあだからこっちですか、え、でもだから家族はやっぱり大事にした方がいいと思うんですよ、愛する彼も 大切だけど、これから愛する彼とも家族作ればいいわけです、そうでも大切なんですけど、うん、やっぱりこう自分が生まれてきた、生まれ育ってきた基本とする家族を大切にしながらじゃないと、新しい家族も大切にできないのかなというか、こう、あ、でもあやさんの話にすると、あやさんって結婚するのかな、え、まあするかしたいですけど、まあね、女性で生まれた孫が欲しいです最近ね、孫が欲しがるんですよ、お二人が、まあまあ、孫欲しいですいや、お一人かなでも楽しみにしてるんですよ、お一人はもう少し後でもいいかなって思う、好きなことしてからね、あやもちろん、あの全然あやさんが好きなことしていただいて、うん、で、その中でこう、ポンと子供が生まれたとしても心配なく好きなことしてください、うん、孫は私たちがちゃんと見ますよ、それはね、じいじとばあばがやりますからね、好きやってください、いやいやいや、あんたいつまで私たちに子供預けてんの、なんてこと言わないですよいやいや、あやねがね、返してっていうくらいね、なると思いますね、本当にそうなりそうで、でも多分僕らと同じ世代の人たちそういう風に感じることになってってきてないかな、多いと思います、多いと思いますよ、うん、やはりやっぱ可愛いよね、うん、僕あんまりね人に言ったことないけど、うん、最近よくこの検索していろいろ見るじゃないですか、うん、YouTube で、うん、孫っていうの見るんですよ、孫、うん、で今の子ってどうなんだろうと思って、うん、孫のその写真とか、うん、髪洗ってるのとか、うん、ジージーがね、うん、ドライヤーかけてるのか見るんですよ、うん、かわいい寝れなくないもん、ずっと感動してない、ね、泣いてそう、涙も出てくる、この間も話してたじゃん、ドライヤーがうまいジジイになりたいとか、あ、だから言ってたのあれ YouTube ネタなのYouTube でいろんな人のジジイの、あの得意の技、憧れのジジイが、憧れのジジイの得意技みたいなすごいすごいんですよ、乾かし方とかおー、これすげーと思って、普通に乾かすんじゃないんだ、僕はどちらかというと研究派なんで、そうだよね、どのジジイよりも一番になりたいです、うん、学者派だからね、学者派だからいろいろ研究して、で何も勉強しなかったふりをしてる、そうそうそう、どうだこれ、ほら早いだろみたいなっていう風なね感じが小室家にもあるといいよね、そうね。